利用者の本当の声、ユーザーリアルボイスを、お届けできるかなと思います。すごい気持ちいいんですね。はい、間違いなくね、Surface シリーズの中では、一番売れている PC ですね。超快適に、作業することができます。これ一台で、あらゆることを僕はやっているっていうところですね。どうもこんにちは、 Surface ファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報をアップしていってます。そして本日のテーマはサーフェス、プロ7のレビュー動画今更はい、サーフェスプロ7ですね、2019年の、10月ぐらいに発売したものなんですけど、僕結構、メイン PC として、使ってまして、本当に今更なんですけど、ちょっとそのレビュー動画を、アップしたいと思います。まあ、ある意味ですね、利用者の本当の声、ユーザーリアルボイスを、お届けできるかなと思います。この動画を最後まで見ますと、Surface Pro 7とはどんな PC なのか、Surface Pro 7の良かったところ、悪かったところ、そして Surface Pro 7を買うならどこがいいかなどがわかるかと思います。それでは参りましょう。 GO! はい、まずはですね、Surface Pro 7とはどんな PC なのかというのを、ちょっと説明していきたいと思います。それをですね、この、僕が作った、この性能と価格のバランス表で、Surface シリーズが、どんな感じになっているのかというので、説明していきます。このように、Surface Pro 7というのはですね、Surface シリーズの中でも一番バランスのいい、PC なんではないかなと、思ってます。間違いなくね、Surface シリーズの中では、一番売れている PC ですね。で、上からですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、Surface Book 3、っていうのが、一番価格も高くて性能もいい PC があるんですけど、こちらはですね、外部 GPU を、積んでいる PC なんですね。なので、結構まあ動画編集とかにも強い、とか、ゲームとかにも強い PC となっていて、まあ、その分、価格も高いという感じです。次に Surface Pro X なんですけど、こちらはですね、他のレビュー動画も上げたんですけど、ARM 版 CPU を、積んでいる、Surface シリーズとなっていて、まあ、ちょっとね、他のやつは全部インテル系 CPU なんですけど、それと、性能を並べるのはね、ちょっと、まあ、難しいところではあるんですけど、まあ、厳密にちょっと比べられない部分もありまして、なんですけど、まあ、ちょっと性能としてはこのぐらいかなというところです。で、Surface Pro X に関しては、64bit アプリが動かないという、ちょっとデメリットがあるので、ちょっとまだですね、実用的ではないという部分があります。続いて、Surface Laptop 3と、Surface Pro 7というので、性能がほとんど同じところで並んでいるんですけども、こちらほとんどですね、性能同じぐらいなんですね。まあ、Surface Laptop 3の方が、若干、ちょっといいぐらいっていうのと、まあ、あとは15インチ版もありますので、まあ、そういった意味でちょっと、性能を少しだけ高めの方にこの位置しています。でもほとんど、変わらないですね。昔ながらのノート PC だったら、Surface Laptop 3を選べばいいし、タブレットにもなる方を選ぶんだったら Surface Pro 7を選べばいいというところですね。でもこの2つに関しては非常にバランスが良くて、価格もお手頃で性能も、かなりパワフルというところです。で、続いて Surface Laptop 5というのがありまして、こちらはね、2020年10月に発売されたものなんですけど、まあ、サービスラップトップ3をちっちゃくしたような感じでして、価格もかなり安いんですけど、性能としてはそこそこいいです。 CPU に Core i5 を積んでいるので、そこそこいいですね。で、最後にサービス Go 2というのがありまして、こちらはかなり価格も下がっているんですけど、性能も弱々というところですね。サービスシリーズの中では一番ちょっと弱いかなというところです。はい、それでは、次に Surface Pro 7の、個人的に良かったところ、ガチで良かったところっていうのを、紹介していきたいと思います。まずですね、これが僕一番やっぱ良かったなと思うんですけど、Surface Pro 7、こちらですね、ファンレス設計となっていて、まあ、スマホとかタブレットみたいな感じで全く、無音でPC 作業ができるんですね。ちょっとこちらですね、見てもらいたい。これ今電源が、入っている状態になってるんですけど、これをですね、ここが一応排気口、排気口になってまして、は
はい、こんな感じでですね、この穴から、一応熱を逃がしてくれていまして、これはファンレスなのでここから全く音が、出ないんですね。なので、超快適に、作業することができます。まあ、静かな、ね、場所とかで、使うにはもってこいですよね。まあ、図書館とかそういう静かな、まあ、場所で、けたたましくこのファンが鳴る PC って結構、嫌がられますけど、そういうとこでもね気軽に作業できるのはいいです。はい、続いて、次に良かったなと思うところが、こちらなんですね。このキーボード、これね、本体分離型となってまして、まあ本体分離するからタブレットにもなるんですけど、こっちのキーボードの方に、まあ、CPU とかあのマザーボードとかそういう、チップ系のものが一切入ってないんですね。なのでこれがすごいメリットとなっていまして、まあ、このように、キーボードとして使うんですけど、こっちが熱くならないんですね。全く熱くならないです。なので、まあ、PC 作業続けてるとどうしても、PC が熱くなってきて、ずっとここにね手を置いとくのがちょっと、嫌だなと思う時があると思うんですけど、そういうのが、結構なくなります。いつもねここは、快適に、クールでいてくれてるので、あの熱くなることがないので、でもそこが良かったですね。はい、続いて良、かったのが、これですね。やっぱりタブレットモードになるから、ソファーとか椅子でダラダラしながら、ネットが見られるっていうのが、やっぱり良かったです。これはですね他の、2-in-1 PC には、できるけどできないみたいな、感じなんですね。他の 2-in-1 PC だと、キーボードがこんな感じで裏返しに、ね、こういう風に結構やりがちな、PC が多いんですけど、このねSurface Pro 7は完全にこれが外せるので、これだけで大体 770g になるので、本当にタブレットとしてね、使うことができます。なのでこういう風に、椅子でこうダラダラ見ながら、こうやって、見ることがね結構楽にできるんですよね。これはやっぱすごい良かったです。はい、次にですね、これが良かったなと思うのが、やっぱこの Surface Pro 7のフットワークの軽さですね。僕は普段ですね、このように Surface Dock 2を、つなげて、デスクトップ化して使ってるんですけども、たまに外で仕事するときもあるんですね。そういうときは、これをバッと外してパタッと、これをですねさっともう、入れるだけで、こうやってカバンにですね、入れてパッと、もう行くだけですね。こんぐらいフットワーク軽いんで、これが Surface Pro 7が結構良かったかなと思います。ノート PC だと、結構厳重になんか扱ったりしたんですけど、なんか Surface Pro 7だとタブレットっぽいので、そのあたりがねフットワークが軽かったかなっていう気がします。で、まあ、ちなみにこのカバーもですね、非常に手触りが良くてすごい気持ちいいんですね。はい、最後の良、かったところ、 Surface Pro 7の良かったところはやっぱりこれですね。PC1 台で、メインマシンとして、使っていて、これ1台で、あらゆることを僕はやっているっていうところですね。このようにですね、プログラミングだったり、YouTube もこうやってやってるんで動画編集もやってますし、でブログ書いたりとか、全部このように、デスクトップ化してやってます。これがやっぱりね、1台でできているっていうのが、一番僕にとって良かったですね。でこのように、2台の、モニターにつなげてやれば3画面構成でできるので、これが、僕の中の快適術みたいな感じでした。はい、で Surface Pro 7の良、かったところは、5つ挙げたんですけど、悪かったところとして、まあ、僕は個人的にですね、悪かったところは1つちょっとやっぱりありましたね。それだけっちゃそれだけな感じもするんですけど、結構大きなことでして、Surface Pro 7、これ本体がですね、熱くなってくると、その時に、CPU の性能がちょっと低下するというようなことが起きます。これはやっぱりね、良、かったところの、裏返しでもあるんですけど、ファンレスが弱いんですね。やっぱ熱がちょっと持ちすぎると、ちょっと性能がダウンしてしまうんですね。ただこれには解消方法がありまして、他の動画でも上げたんですけど、これですね、ノート PC クーラー、これ1500円ぐらいで買えるので、これを、使うと、一気に、冷やしながら、作業ができて、パフォーマンスはすごい上がります。てか下がらなくなりますね。
際立ってその一番悪かったところといえば、そこぐらいですね。それは一応解消方法がこうやってあるので、あとは大丈夫かなというところです。サーフェスプロ7の、個人的に思う良、かったところ悪かったところは、以上になりまして、ではサーフェスプロ7の、買うとしたら、どのスペックを買えばいい、っていうところなんですけども、僕のおすすめと、しましては、こちらです。Core i5 8GB メモリーの、256GB のストレージですね。とりあえずこれを買っておけば、まず、まあ、間違いないかなという、ところです。1個下の Core i3 だと、コア数が2つになってしまって、それだけでスペックダウンかなりしてしまいますので、それはやっぱ外した方がいいっていうところと、メモリもですね 4GB はちょっと苦しいので、かなりきついので 8GB メモリにはしておくと。 128GB ストレージの方、1個下の 128GB ストレージですとかなりパツパツになってしまうっていうことが、起こりえます。 Windows アップデートで結構、容量食ったりするので、 256GB のストレージにしておいた方が、何かと安心できますということで、 Core i5 8GB メモリ 256GB ストレージ、これを選んでおけば、まあ、まず間違いないかなと思います。ただ、エンジニアの方とかでしたら、結構メモリ、エンジニアというか、まあ、画像編集とかクリエイター系の人たちですね、という人たちでしたら 8GB メモリーよりは 16GB の、メモリーを積んでいた方が、良いかなという気はします。僕も次買うとしたら、16GB メモリーですね。で、あとサーフェスプロ、ここで買うのがおすすめというところなんですけど、僕はですねやっぱりマイクロソフトの公式ストアが、おすすめですね。結構マイクロソフト公式ストアも、キャンペーンとかやってまして、安い時は安いんですよね。で、公式ストアならではのですね、特典がありまして、返金保証っていうのがあるんですね。返金保証っていうのは60日間ですね、その買って60日間、返品して、全額返ってくるっていう、特典がありますので、もし買ってみて、まあ、あんまり良くなかったなと思ったら、そのまま返品して全額返ってきます。これが、すごいですよね。で、それだけでも結構お得なんですけども、さらにすごいのは60日間の、払い戻し特典というのもあるんですね。それは、マイクロソフトの公式ストアで、例えば Surface Pro 7を買いまして、でその後マイクロソフトの公式ストアで、キャンペーンでなんか値下がりが、あったとすると、その場合ですね、申請は必要なんですけど、申請したらその差額がですね払い戻されるという、特典もついてます。なので、まあ、安心という意味でも、公式ストアで買った方がいいかなという気がします。僕も公式ストアでもちろん買ってます。で、その Surface Pro 7の、キャンペーン情報なんかはですね、最新情報なんかは概要欄の方に、貼っておきます。はい、サーフェスファンチャンネルでは、このような、レビュー動画や、Surface に関する略奪情報をアップしていってます。チャンネル登録すると、Surface に関する、略奪情報が、お届けできるかも、しれません。それでは以上になります。バイバーイ。